やっこやっこ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、タンチジムの、新しい1ダイナミックドライバーイヤホン、4U だ。独特な、4段階の主に低音域を制御する、可変抵抗スイッチを備えていて、これにより、タンチジムのバランスの中で、もうちょっと欲しいな、とか、もうちょっといらないな、とよく判断される、主に低音域の調整が可能となっている。スイッチをくるくる回すことによって、低音域を調整するぞ。スイッチは4段階となっていて、それぞれのモードに名前がついているけど、スイッチがノズル側に向いている時が最大で、ラインが細くなっていく順に、低音が小さくなっていく。個人的に、スイッチが9時の方向を向いている時に、同社の上位機種、KARA に近いバランスになっていると感じたな。それ以外の付属品は定番のものが揃っている、細かなサイズが選択できる、6ペアのイヤーピース。巾着タイプの簡易的なポーチ、そして、スイッチを操作するための小さな専用工具、これは精密マイナスドライバーでも代用できる。付属のケーブルは、銀メッキシールドのついた、凝った銀メッキ無酸素銅ケーブルで、適度に細く、取り回しも良いんだけど、試しに4グズ確定インフ太めの単結晶銀メッキ銅線を組み合わせてみたら、明らかに中高音域以上の分離感が高まったので、よりはっきりとした分離を求める人は2ケーブルをおすすめするぞ。本体は結構重量があり、すべて金属製で作られている。コンパクトに見えるが、実はそこそこサイズも大きく、重量もあるために、平均的な装着感程度に収まるぞ。ベント穴は側面と内側の2箇所に開いていて、遮音性は結構良い。音漏れもそれほど大きくはないから、静かな場所で使うのにもおすすめだ。探知ジムとしてはエントリーで、1万円周辺の製品として作られている本製品。ボトルネックはケーブル部分で、この部分を少し良い単結晶銅銀メッキケーブルあたりに交換してやると、中高音域の分離感やピアノ、金属などのサウンドが、一気に跳ね上がる。ケーブルはそのままでもいいが、1万クラスの実力を感じたいなら、リケーブルが必要だな。バランス接続。つまり、4.4mm プラグのオプションもないので、本体にコストを集中させているように感じるぞ。ちなみに、このイヤホンには、迷子見型2ピン、いわゆる CIEM2 ピンがバンドルされるが、本体の端子はそれほど奥まった部分にあるわけではない。しかし、端子の角度がかなり急で、しっかりと埋め込み部分を想定した形状の端子でないと、本体と干渉してしまう可能性がある。このイヤホンとケーブルを組み合わせるときには、基本的に、埋め込み2ピン、これはリケーブルするときにぜひ思い出してほしいぞ。さて、外装をざっと見た感じ、重量のある金属ハウジング、多分想像しているか、大きめに想像している時にほぼほぼイメージと一致するくらいの大きめサイズ、金属製で質感が良く、耳側に回転して操作するスイッチがついている、スイッチは4段階で、主に低音を操作する、音以外の情報はこんな感じだ。それと、本来の解像度を引き出したいなら、料理ケーブルだな。内部の話に入ろうか、とはいえ、内部の2大要素である、スイッチについてはもう前半で触れたんだけど、じゃあ、あともう一つの要素は、一般的なダイナミックドライバーイヤホンの音作り部分だ。探知ジム 4U のドライバーは、探知ジムの上位機種の技術をフィードバックした、いわゆる上位機種のエッセンスを投入した、お手頃モデルの形になっている。また、前半で重量のあるハウジングにより、装着感はそれほど軽く感じない、と評したんだけど、ここも音に影響を及ぼす要素だ。重量のあるハウジングは余計な残響を防ぎ、音色をよりクリーンにすることができる。そして、心臓部は、ハイハイ号の記述によると、LCP 振動板を採用した、デュアルチャンバーダイナミックドライバーだ。デュアルチャンバー、あるいはデュアルキャビティと言われる構造は、内部構造により、空間の奥行き、低音の量感を自然に増強するもので、今回の 4U が、低価格ながらしっかりと1ダイナミックドライバーとして、ドライバー、外装設計に凝った商品であることを感じられる。もちろん、強力な磁気による、高性能なダイナミックドライバーを備えるぞ。ここがちゃんとしていないと始まらないからな。LCP ドライバーらしい、柔らかい音を表現できるドライバーだけど、柔らかさ一辺倒にならず、しっかり分離感なども感じられる、余計な振動を取り除ける、重量のあるハウジングのおかげもあるんじゃないかな。というわけで、これらの要素を全て組み上げた、探知ジムの音質は、若干柔らかく、ウォームな印象を感じる、低音域は基本的に、最大にしても控えめか若干強いくらい。中音域はナチュラルで、探知ジムらしいボーカルがよく主張してくれるバランス。高音域はケーブル交換前は柔らかくて暗め、ケーブルを交換すると、はっきりと情報量を吐き出し始める、が、優しめ、と、こんな印象だな。基本的に、しっかりと探知ジム的なバランスを実現しつつ、価格を抑え、かつ、低音を調整できる、新要素まで加わった、価格からするとめちゃくちゃ遊べる、面白いイヤホンだ。面白いイヤホンは、割と極端なバランスになりやすいんだけど、しっかり探知ジムが考えたバランスの中で、しかも割かしダイナミックにそれが遷移する、という仕様になっている、スイッチを最も強いノズルの反対側に設定しても超低音モデル、とはならないものの。
低音のうねりが重要な曲の表現も、この状態なら可能だ。この状態では確かに低音が支配的になるものの、ディケーブル後は、高音が潰れるようなこともなく、はっきりとしたサウンドを楽しむことができる。低音が強かろうが弱かろうが、中音域は常に安定していて、ボーカルはしっかりと体音を感じられる、しっとりとしたものになっているぞ。個人的には、最もこのイヤホンでバランスが取れているのは、ポップかナチュラルかな？ナチュラルでは、単機ジムらしい、上位機種が持っている魅力に、近いサウンドを楽しむことができる。ボーカルが全体をリードしつつ、かまぼこ、中音域ばかりが持ち上がる印象がないな。モニタリングモードだと、人間の声以下の音域があまり主張しなくなってくるので、何かを聞き分けるのにはおすすめだけど、同時に臨場感が損なわれる。また、低音が最も強いモードだと、低音域が全体の空気感を阻害して、空間表現が一気に狭くなるな。個人的にはバランスの取れた、ポップモードかナチュラルモードがおすすめだ。低音域には、しっかり LCP とデュアルキャビティの組み合わせらしい、奥深さがあるし、高音域も、ケーブル交換により、この価格帯の一線級としてふさわしい解像度、分離感を引き出せるぞ。もちろん、標準ケーブルの方が好き、という人もいそうだ。というわけで、4位は、初心者が触って納得できる、拡張性と素性の良さを取り揃えた、単機ジムのニュースタンダード、と言っていい、しっかりと可能性を持ちつつ、スイッチで自分の今の気分に寄り添ってくれる、しっかりと音作りとテーマの決まった一本だ。ただし、脳が溶けるような超強烈なベースは出ないので、低音脳が収まった時に高音が出て、低音脳の時に低音脳を満たせるもの。というと、ちょっと違う点には注意しよう。ミオンなブランドが低音も出せるようにしてくれたイヤホン、くらいのバランスとなっているぞ。これ以上高音を変えずに低音を持ってももっこもこのブリッブリになるので、ここがいいバランスなんだが。と、言ったところだな。確かに、しっかり話題に応えた良い商品だと思う。まとめたところで、感想会にバトンタッチだ。というわけで本日もお付き合いいただきありがとうございました。イヤホンレビューふぐみかんのふぐみかんです。今日レビューしたのはタンチジムの 4U、 4の U と書いて 4U ですね。結構そういう読ませ方をする商品が多い印象なんですけど、タンチジムに関しては以前カラをレビューしてます。でその時もね、結構こう微音系で低音が出しゃばりすぎない、好きな人には好きなイヤホンだなと。僕の場合は低音が好きなんで、ね、好きな人には好きなイヤホンっていうちょっと距離を置いた言い方になってしまうんですけど、逆にこうそういう低音を重視しないジャンルっていうのを再生した時に、明らかにあ、これは人気なのが分かるなっていう風に納得できるイヤホンでもありました。で今回はカラよりもね、かなりお安い価格、1万円周辺ぐらいでおそらく購入できるようになると思うんですが、4U に関してはタンジムの中ではエントリー1万円というと結構ね、優秀な1ダイナミックドライバーがゴロゴロ転がってる結構な激戦区でもあります。で他の1ダイナミックドライバーと差別化してる部分として、重めのハウジング、これは例えばドゥンヌのファルコン S とか、あそこら辺ファルコン S じゃない、タイタン S だ、タイタン S とか、そこら辺のクラスと結構ね被る感じもするかなって。 LCP もねこの価格帯の1ダイナミックドライバーにはよく採用されているので、じゃあ何か差別化をしないと売れないよっていう結構難しいクラスの商品だったりもします。でそんな中でね、この 4U なんですが、ダイナミックドライバーに加えてデュアルキャビティ、デュアルキャビティも言うて結構あります。で LCP の振動板で、まあ、このね、ドライバー自体がそもそもそのタンジムのちゃんと上位機種の技術をフィードバックした良いものですよっていう、このね、ラベル付けもちゃんとされていて、1万円なんだけど上位機種の世界を垣間見えるよっていう、この魅力的な商品ではありますが、4U が何が一番話題かっていうと、4段階に変更できるスイッチがついてるんですね。で、この4段階スイッチに関しては、他のね、KZ とかよく使ってるこう、上にしたり下にしたりでオンオフを切り替えるタイプのスイッチではなくて、くるくる回すタイプのスイッチになってます。これによって低音域がね、直感的に変化させることができるので、この低音域の違いで自分の好みのねジャンルに寄せてくださいねっていう仕上がりの商品ですね。で実際ね、アトモスフィア、ポップ、ナチュラル、モニターかなっていう段階でどんどん低音がこう絞られていくんですけど、モニターぐらいがおそらく標準的なタンジムのサウンドになってるんじゃないかなと思います。カラーもね、多分こういう聞こえ方したんじゃないかなと思いますね。でカラーはもちろんそのハイブリッドイヤホンなんで、すごくこう細部までね表現ができるんですけど、 4U に関してはかなり肉薄してますね、そこまで。なので上位機種にこうパッと乗り換えると驚くほど違うかっていうと、かなりもう寄せてきてるっていうのは
もう1万円クラスのね、1GB として非常に魅力的なんじゃないでしょうか。で、LCP なんですけど、割とこう弾力を主張するというよりは、結構ね、抑え気味な感じ、暖色感が強くて、結構ね、余韻が長いイヤホンって、LCP イヤホン多いんですけど、今回の 4U に関しては、まあ、チューニングもあるのかもしれないんですが、ハウジングがすごく重たい金属製なんですね。これのおかげで、こう、余韻がね、うまく抑えられて、かつアルミハウジングみたいにピタッとこうなんか鋭く止まる感じもなく、自然な感じで減衰していく。で、ちゃんと減衰してくれるので他の音に被らないという感じの仕上がりになってます。なのでこれだけでもね、本当にさっきからいろいろ特徴話しましたが、1万円クラスの1ダイナミックドライバーとしてのこう水準はクリアしてる上で、さらにスイッチがついてるよっていう仕様なんですね。で、結構ね、これがまた派手に音のバランスを変えてくれるスイッチで、実際に出てくる音の量っていうのが本当に変わるので、かなり、体感できるようになってます。本当に一回聞いただけで、あ、ちゃんとスイッチ変えた意味あったなっていう風に納得できるスイッチですね。で、一番ね、その低音が強いアトモスフィアの時は正直ちょっとバランスが崩れてる感じがします。高音域はね、そんなに変わらないので、アトモスフィアモードでその音域を聞こうとすると、特に標準ケーブルの時はかなりこう情報量がね、塗りつぶされてしまう感じがあるんですね。それでも低音はそこまで強くないです。低音がもっと強いイヤホンは全然あります。なので、本当にね、バカバカしいレベルで音変わるっていうわけではなくて、ちゃんと直感できるレベルで変わるんですけど、タンジムのその基本の音作りっていうところが外れてない。といってもアトモスフィアは結構外れ始めてる感じはするんですけど、それぐらいにこう派手に変えてくればするけど、何にでも対応できるイヤホンではないってことに注意してください。で、アトモスフィアより一つね、下のポップモードだとちょうど程よく高音域がもよく聞こえるのがあります。で、できればね、ケーブルも変えてあげてほしいですね。おそらくその標準ケーブルで満足している人は全然問題ないんですけど、中高音域のその分離感とかそういったところがね、標準ケーブルだとあまり強く出ないので、よりこう音を下げたモニターモードあたりから、あ、ちゃんと解像度が高いなっていうふうに実感できるようになると思います。なんですけど、ポップモードの状態でもそのちょっといいケーブルで、しかもこれウォーム系のケーブルっていうのを今回組み合わせてるんですけど、それでもね、標準ケーブルよりも中高音域のキレっていうのが良くなってますので、ケーブル交換はね、ちょっと、考えながら購入してほしいところですね。まあ、この値段のイヤホンでね、ちょっとケーブル変えると良くなるっていうのは、割とこうマニアの人だったら抵抗ないんですけど、初めて買ったイヤホンでケーブル変えるのはね、もったいないように感じることも多いと思うんですが、こういうに関してはぜひとも変えて一回聞いてみてほしいです。で、ナチュラルモードがね、一番個人的にはなんか単純的だなっていう風に感じましたね。ボーカルがよく出て、で、低音と高音もね、ちょっとこうボーカルの方が前に出るんだけど、別になんかこう小さかったりとかちょっとぼやけてたりとかっていうことはないっていう程よいバランスですね。特にボーカルを聞きたい時に程よいバランスになってます。これがモニタリングまで行くと、モニタリングはね、ちょっと低音が本当にスカッとなってしまって、もう本当にモニタリング向けって言われたら確かにその通りだなと思うんですけど、音楽聴くときに使うかっていうとなかなか使わないんじゃないかなっていうぐらいのバランスまで行くんですね。なので、実際その音楽聴くときに主に使われるのはおそらく、ナチュラルっていうちょっと高音よりと、ポップっていうちょっと低音よりぐらいの中間の2要素っていうところになりそうな感じがします。まあ、実際ポップで聞いてみて、ちゃんとね、こう実力を発揮できる。どんな曲でもある程度対応できて、で、ナチュラルまで行けば、そのポップだとちょっと高音、低音が やかましかったなっていう時に、ちゃんとね、作業しますので、すごく、こう、いろんなジャンルにちゃんと体を合わせて流せるイヤホンだと思います。もっとニュートラルなイヤホンだと、本当にニュートラルなだけで、こう、聞きどころ、自分の考えてる強調してほしいところっていうのがなかなかないものもあるんですけど、こういうの場合はちゃんと強調がありますのでね、そういった自分で楽しく聞きたいっていう人には、すごく、相性が良くなると思いますね。それすら落としたモニタリングモードもちゃんとあるので、まあ、本当にね、基礎力はちゃんと高いので、何かこう全部できるんだけど全部中途半端ってことは全くなくて、タンジムらしいで、なおかつそこにこう味付けもできるよっていうイヤホンになってる感じがします。まあ、人気になりそうな、ね、機種ですし、実際1万円クラス他にもライバルいっぱいいますけど、やっぱこのスイッチのおかげでね、一つ、まあ、ちょっと頭抜きに出た感じもしますので、OU に関しては特にこう、まあとにかく中華イヤホン的強烈な音っていうところ以外の要素だったらほぼほぼカバーできますので、ぜひ触ってみてほしいところです。お値段も手頃だし見た目も綺麗ですしね。ただケーブルに関してはちょっと慣れてる人は変えた方が良さそうです。といった感じで今回はここまでです。お付き合いいただきありがとうございました。ふぐみかんでした。また次の動画でお会いいたしましょう。そうそう、メンバーシップを始めたんですけど、昨日ね配信したんだけどめちゃくちゃカオスになりました。よかったらちょっと探してみてください。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。